いやー、せつねけいすけだよ。今回からやっていくゲームはですね、こちら。サービス終了。ソーシャル英雄デスゲーム。このゲームはね、タイトルにもある通り、デスゲームものです。とあるソーシャルゲームをやっていた二人の兄弟が主人公になっておりまして、ソシャゲをやっていた、ソシャゲをやろうとしたら、その運営から、そのソーシャルゲーム、をモチーフにしたデスゲームに参加させられて、それで生き残りを目指して奮起する、そんなゲームやっております。最近さ、デスゲームって人気があるからね。弾丸論破しかり、君が死ねしかり、もう今はフリーゲームといえばデスゲームって言っても過言ではないかなそれはさ、ちょっと違うかもしれんけど、けど人気あるよね、デスゲームのフリーゲームって。デスゲームを題材にしたフリーゲームって。その流れに一矢報いるようなゲームやるんかなって。ちょっと映画すごい気に入っとってね。こんな感じの映画好きでね。これは結構人気が出るんじゃないかなって、面白いんじゃないかなと思ってやってきてと思います。スタート。このゲームでは終盤にムービーが流れます。ムービー再生を有効にしますか？もちろんです。好きだったソーシャルゲームが終わってしまったことはありますか？好きだったドラマや漫画の最終回の後、落ち込んでしまったことは？物語がずっと続いてくれたらいいのに、なんて思ったことは？でもさ、いいことはわかるけどさ、物語ってさ、終わるからこそ物語になるんじゃないかなって俺思うよな。ごめん。もしかしたら、この物語は、あなたが望むこと？あれ？寝てた？あ、メッセージ来てる。母さん、今日も私たち帰れないから、机の上のお金で何か買って食べて。夕飯買って、今日は私がご飯作ってあげよう。久々にハンバーグ作ろう。今度は英雄ゲームからだ。あ、これなんかどんどん話進んでるけど、このレイカちゃんっていう女の子が主人公なんだろうな。女の子が主人公か。なんか割とデスゲームの主人公ってさ、女の子多いイメージがあるんやけど。スタミナ回復しちゃった。料理の前に初心者クエストだけ進めよう。これが英雄ゲームっていうソシャゲか。スマホ画面のアイコンをタップしてください。はい。注意！このゲームはマウスかタッチ操作。あ、これは、このサービス終了でゲーム自体の操作方法かな。英雄ゲーム。こんなこと言っていいかわからんけどさ、もうちょいタイトル来れんかったんかな。終了してるやん。なんだ、お詫びに。あなたを英雄デスゲームにご招待いたします。展開早いな。いきなり展開早いな、おい。あららら、ら、その体勢ちょっとワンチャンパンツ見えるよ。やめて。太ももが綺麗に輝いている。そんなこと言ってる場合じゃないわ。ここは、どこ？レイカちゃん、こんな感じの容姿だったんじゃ。美しい。コスプレイヤーみたいな感じ。美しい。目が緑色、美しい。自分の家にいたはずなのに、今って何時？スマホもない。怪しげな魔法陣浮いてますけど。私は周りを見回した。薄暗く何もない殺風景な部屋。唯一の光源は目の前の板だ。板だ。板って表現するには目の前のものは不思議すぎるけど。そうやな。魔法陣浮いてますけど。光っていて魔法陣が浮かんでいる。
変わったランプなのかな？どう見てもランプじゃないだろ。浮いてるやん。絶対非現実的なものだろ、これは。チュートリアルガチャの時間です。え？ここでは英雄のデバイスが排出されます。引き直しはできませんので、ご注意ください。ガチャ？もしかして、この目の前のものが？触ってみようかな。勇気あるなあ、あんた。もう得体の知れないものはちょっと触れたくないっていう意志があるからな、俺は。俺がこのゲームの登場人物だったら、触らないだろうな、一生。目の前に石板に触れてみましょう。また、セーブ等が右上のボタンからできます。はい。あ、こんな感じで出てくるのね。あー、でもガチャっぽいわ。もうソシャゲっぽいわ、この これ、ソシャゲっぽいアイコンやな、これ。わび石とかくれたらさ、ここが50個とかになるんだろうな。セーブしとこう。最初のガチャ。あと、キーワードとか、ロードとか、設定。キーワード。あー、なんか、キーワードここに並べてくれるんじゃ。これまでの話、ちょっと、見返したいときにここ見たら結構いい感じなんだな。オッケー。いきます。じゃあ、ガチャ引こうか。これでいいかな。英雄ガチャって要件、英雄が出てくるんだろうな。かわいい！かわ、グレーテル。ヘンゼルとグレーテルから出てきたんじゃ。あ、そういうおとぎ話のキャラクターが出てくる感じなんかな。デバイスを取得しました。あなたの英雄はグレーテルです。かわいい。ちょっと抱きしめてあげたいわ。これがデバイス？妙な映像が見えた後、私の手の中には、いつの間にか妙な機械があった。見た目と大きさはスマホにそっくりだ。妙なマークと文字が書かれていること以外は、ユーザー名見せて、あ、ソシャゲやけんさ、そういう名前を決めろってか。一体何をやらされているんだろう。それにグレーテルって英雄ゲームに出てくるキャラクターだったよな。チュートリアル終了。それでは部屋に火を放ちまで、展開早いわ。焼け死ぬ前に脱出してください。もう早い！もう広がるの早いわ、おい！ その瞬間、部屋が炎に包まれた。思わずじりじりと後ずさる。額に汗が伝うのは熱、暑さだけのせいではない。私の体が震えているのが嫌でもわかる。動かないと、逃げないと。誰だ？こっち？誰だ？こっちだよ、出口。この声、まさか？誰か知っとる人？炎に包まれた部屋の外には、真っ白な廊下が伸びていた。うわ、デスゲームでありそうわ。この廊下もデスゲームでありそうじゃな、まあ、なんか知らんけど。とりあえず、危険はなさそうだ。はあ、よかった。レイカ姉さん、大丈夫？わ、兄弟っぽいのできた。あ、やっぱり、いつきだったの？その顔を見て、私は改めて驚いた。私を助けてくれたのは、双子の弟、穂村いつきだったからだ。弟、わあ、確かに、髪の色といい、目の色といい、ザ弟っていうかさ、兄弟なんやなーってんがわかるような感じの弟出てきたな。君もちょっと女装したらさ、女装したら似合いそうだな。どうしてここにいるの？それは俺のセリフだよ。まさか姉さんもあのアプリを開いて？うん。そしたらサービス終了ってお知らせが来てて、その表情を見て気づいたらあの部屋にいたんだよ。俺も同じだ。これ、誘拐？どうなんだろう。あ、そうだ。いつきはガチャ引いた？さっきデバイスとか英雄がどうとか言われて、これを手に入れたみたいなの。うん。それなら俺も持ってるよ。ガチャを引いたら手の中にあった。もう支給されてるんやな。俺が引いた英雄は織田信長さ。あれ、ちょっと待って、お前。信長って言われたらお前さ、
お前どう見てもお前見たい感じさ、パッと初めて出てきた時お前のこと見てさ、俺友情って思ったんやけどさ、ソードアートオンラインの友情って思ったんやけどさ、それで信長って出てきたらもうもろ友情やな、お前もろ友情意識してるな、この作者さん絶対。お前信長って出てきたら、お前私グレーテルを引いたんだ、このキャラは強いの？え、非戦闘民だろ。グレーテルどう考えても非戦闘民だろ、お前。その英雄は、愛があれば使い続けられるかな。雑魚だな。それ遠回しに雑魚って言ってるな、お前。弱いんだね。落ち込まないで。先に進もうよ。その落ち込まないでの言い方がさ、どうしても諦めないで、みたいな。マヤミキみたいに聞こえるわ、お前。そうだね。プロテインだね。まずは動かないと。廊下の先の扉、もしかしたら外に出られるかもしれないし、そんな甘くないんだよ、デスゲームは。扉の向こうから言い争う声がする。開けてみよう。他の参加者か。わあ、もうみんな集まってるわ。6、8人じゃ。今8人じゃ。なんかすごい色分けされてるな。この色のモチーフのキャラクターはこれだみたいなのがおるんかな。あとすごいレインボーなやつおるからな、これ。レインボーなやつおるからな、お前。そこは廊下と同じように白い部屋だった。いくつかの扉がぐるりと私たちを囲んでいる。わあ、いきなり出の前におっぱいが出てきて、俺は興奮しました。一瞬して俺の心は興奮しました。部屋の真ん中には6人の男女が立っていた。少女、どんな声でいこう。いろんなキャラがおるけどさ、声の使い分け重要やな。なんなのこれ、私を会場に返せよ。会場、なんかちょっとアイドルなんかな、会場って。少女アイドル。うるさい、俺たちだって状況わかんねえんだよ。やめてくださいよ、おじさま、心で争っても。わあ、この子もこの子で清楚な感じで好きやな。わあ、髪の毛取って下ろした時の姿が可愛く見えるんだろうな。どうしようかな。こんなことでいちいちうるとれないでよ。こんな感じかな。あんま柄のよろくさとな。お前なんかスイッチが、お前のポケットスイッチについとるぞ、お前。任天堂スイッチついとるな、お前のポケット。絶対ゲーム好きじゃ。それでさ、ゲームなくてクソクライダーって言うたらお前ぶん殴るぞ、お前。任天堂への冒涜だ、お前。あ、冷静そうな、話分かってもらえそうな人出てきた。ねえねえ、みんな、それよりまだ人がいるよ。そうですよ。ふとこさんにも話を聞きませんか。牛ちっち。わあ、この人とは仲良くやりたいな。この人とは敵になりたくないな、俺。どうしてかっていうのは分かるよね。ふたご、もちろん私たちのことだろう。はいろんなキャラクターの人が出てきたな。デスゲームをテーマにしたゲームだったり漫画だとかだったりのさ、一つの真骨頂と言えるのさ、その参加者が複数にできてさ、その複数人の参加者それぞれのキャラクターがさ、個性的なんがさ醍醐味だと思うよな。まさにそんな感じ。キャラが個性的じゃないデスゲームはただのクソだって思ってるな、俺は。なんだその暴論は、お前。姉さん、話しかけてみようよ。うん、そうだね。あ、一人一人話しかけれるんかな。そうやな。じゃあ、右から行こうか。右利きだからな。皆さんも誘拐されたんですか。あ、一人ずつ喋りかけるんじゃないんだ。牛乳出てきた。もう下品な言い方だけど、牛乳出てきたわ。あー、そうなんです。多分こんな感じのあんまり声張れないタイプの人なんだろうな。本とか読んでそうだな。あなたたちも私たちの仲間ですよね。仲間とは限らないと思うがな。そうだよね。こういう時は簡単に安心しちゃダメ。おう、この年でなんか人を疑うことを知っとるような感じやな。年だってさ、14歳とか中学生ぐらいだと思うけど、そりゃそうかなって。
え、どんな声だよ。サスペンスやホラーに出る双子って関わるとろくなことないし。お前ど、なん、それはどこソースやねん。お前絶対ゲームから仕入れてるだろ、そのネタ。お前その常識、雪山のホテルの双子みたいな感じですかね。そんなことないよ。俺は、穂村いつきです。こちらは双子の姉のレイカ。レイカです。趣味は麻雀です。俺たちは怪しいものじゃありません。だから名前を教えてくれませんか。特におっぱいでかいそこの金髪の女性、あなたの名前教えてくれないんだったら、あなたのことは今後も牛乳って呼びますよ。あ、清楚系の人ができた。ええ、まずは自己紹介ですわ。こんな時こそ力を合わせないと。お、この人は話を分かってくれるタイプじゃ。強気な目してるな、この人。言い争うのはちょっとお休みにしない？二人とも。ああ、好戦的なんじゃ。左のやつは分かるけど、右の子が好戦的って、ちょっとそんなイメージじゃないけど。ああ、多分あれやな。芸能界でさ、生き残りをかけたデスゲームやってるからな、ある意味。芸能界で、ある意味、デスゲームだからな。偏見かな。でも、争うって意味では、そうかもしれない。多分そういうアイドル系のキャラクターなんだろうな、この右の子は。うん。ごめん、私は、四つ葉メア。メア、それは芸名か本名かどっち。四つ、あ、やっぱアイドル、17歳、17歳だった。俺、14から13とかそのあたりだと思っとった。あ、17歳だったんだ。あ、そう。ごめんな。あ、ちょっと、うん。ロリ系アイドル的な感じかな。うん。アイドルなの、よろしく。やっぱアイドルだったわ。なんとなくそうだとは思っとったな。アイドルじゃなくてそんな格好するのは秋葉系のオタクかな。それぐらいしかおらんな。じゃあ今度は私が言ってやれ名前。おうしちち、私は星崎乙女、 IT 系企業に勤めています。頭良さそうだな。そういえば確かにそう言われてて頭良さそうだな。養分が胸だけじゃなくて頭にもちゃんといってるタイプの知女だ。知女って言うたらダメなんだ。あ、知女、今言った知女はね、この知女じゃなくてこっちの知女ですからね。皆さん勘違いしないでね。俺はこの知女のつもりで言ったからね。24、お、一緒じゃ。俺と年一緒じゃ。わあ、ちょっと趣味とか合いそうな気がする。なんかなんだかわかりませんけど、その仲良くしてくださいね。乙女さんね。やべ、俺さ、こういうたくさん人数が出てくるゲームとかやりよったらさ、いつも思うやけどさ、人の名前を覚える苦手なような。よいち。ぬばたまよいち。難しい漢字を書くね。そんな名字の人、全国に何人いるんですか？よいち。よいち。座右の銘は、正々堂々。よろしく頼む。え、そんなに正々堂々としとるタイプのなんか。え、裏切ってきそうだな。なんか、こいつ裏切ってきそうだな、今後。もう忘れたわ。名字なんて読むか忘れたわ、お前。難しい漢字使いすぎて、お前。よいち。かくら坂かな。これはまだちょっと読めるな。かくら坂さやと申します。年は16。よいち様と一緒に来ましたわ。よいち様言ってる。ああ、人の名前はサマってつける、丁寧な人なのかな。なんかの御曹司と見た。なんかの会社の御曹司と見た。だからこんな丁寧な感じで、清楚な感じなんだろう。和風女子。和風でしか情報なかったわ。チャオ。歌方リオンだよ。チャオ！お前中国で育ってきた感じ。中国か、チャオって。違うな！イタリアか中国。チャオってイタリアの挨拶か。リオン。リオン。小説家、20歳。小説家か。職業は小説家。まだ書き出しだけど。天童優斗、13歳。天童って絶対その、うん。
某ゲームが、さっき言うだな。ボロ、ニンテンドーってさっき言うだけもう拡散は、ニンテンドーちょっと意識してるだろ。お前、絶対ニンテンドー意識してるよ、あんた。13歳。わー、バリバリスイッチ世代やな。これ以上、言うことはないよ。これで全員、学生、会社員、アイドル、小説家。結構バラバラなメンツ。みんな英雄デスゲームを遊ぼうとしたらここに連れてこられたのかな、まあ英雄ゲームとやらがさ、いろんな人に人気のあるっていうのがわかるような感じになってきたな。あ、そうなんです。遊ぼうとした瞬間、変な部屋に飛ばされて、ガチャからデバイスを入手した後、この部屋に。おい、なんか最初の部屋の床がどんどん崩れてな、落ちないように必死になって、なんとか脱出した。大変だったぜ。ああ、最初の部屋の試練的なやつが。みんなバラバラだったんじゃ。デバイスを拾って持ってくるだけで精一杯でしたわ。これは一体何なのでしょう。ああ、9人目？もしかして9人目出てきたこれ。運営の人がそろそろ出てくるかなと思ったけど、どっちかって言ったら運営よりも参加者やな、これは。なんだその頭に乗っかってる猫は。あ、まだ人がいたんだ。はじめまして。あなたは？わからない。ごめんなさい、何も思い出せないの。え、記憶喪失パターン。ああ、でも、デスゲームだったらさ、記憶ない人が一人ぐらいおってもおかしくないような。むしろちょっとそこ面白そうな展開になりそうなところやな。何もわからないとか言いながらも、こんな堂々とした表情もちょっと怪しい。ちょっとこのキャラクター面白いことになりそうな気がするぞ。記憶喪失というとことですか？名前も思い出せそうにない？アン、だと思う。え、赤毛のアンかな。わあ、これやばいわ、やばいわ。お、思うって。まあまだ混乱してんだろ。落ち着いたらまた話してみようぜ。お、よいちょ、お前意外と冷静なこと言うな。お前、それより俺たちどうして。9人全員のデバイスを確認しました。皆様、モニターにご注目ください。え？モニターが光ってる。来た。運営の説明が入るな。セーブします。モニターだったな。このさ、デスゲームの運営の顔ってさ、なんでその、殺伐してない顔が出て多いんだろうな。全然殺伐とは無縁な顔の運営が いつも出てくる気がするんやけど、こういうデスゲームのって。皆様、こんにちは。私は運営と申します。どうぞ、よろしく。そのままの名前だったな。もうちょいひねり入れた方がいいよ。覚えてもらいやすいと思うよ。運営かもしれんな。もしかしたら運営っていう発音かもしれんな。運営かけるはほんまに名字としてありそうやな。運営誰なの。運営だよ。運営って言ってるんだから運営だよ。いや、そもそも人間。ああ、でもさ、自分の体をこう表に出さないっていう感じさ、 VTuber 的な感じかもしれんよ。バーチャルの体かもしれんな。私、運営であり、会えない役なのです。この、英雄デスゲームので。デスゲーム？あ、意味、ご存知ですよね。デスゲームは、皆様の命をかけたゲーム。もちろん、負ければ、死が待っているのです。ドッキリ番組、だよね。あ、芸能界らしい反応。大真面目ですよ。でも、ご安心ください。ゲームに生き残った方は無事に脱出できますので。それではゲームの説明をいたします。皆様、お手元のデバイスをご確認します。くずてててててくず
ごく自然に進行する運営とは裏腹に、私たちは固まったままだった。デスゲームとか、生き残るとか、そんなこと急に言われてもどうすれば。皆さん、デバイスを出さない限り、ずーっとこのままですよ。わあ、朝礼とかでさ、ちゃんと並ばない限り、このままいつまでも並ばせますよみたいな先生みたいな感じのこと言ってるな。運営先生って思うかな、俺。はあ、わかったわかった。ユート君やリオンさん、みんなデバイスを出している。運営も本当に話を進めない気だし、仕方がないか。で、あれ石が10個にあっとる。なんか知らんけど。あと、レイカって名前ちゃん、自分の名前出てきたな。この画面は、私の名前が表示されているけど。たった今、デバイスに皆様の名前を登録させていただきました。ちょっと待って。だとしたらさっきのアンっていう女の子さ、ちゃんとアンって出てきとるか？ちょっとそれ見てみたいな。ちょっと見せてほしいな。もしかしたらアンじゃなくて違う名前が出てるかもしれんな。デバイスはもう交換したりできません。絶対に手放さないでくださいね。交換できない、人のを見るのも禁止なんかな。ちょっとそのあたりがちょっと重要かもしれんし、下のジュエルと数字はガチャ引かせてくれるな。それはジュエルポイントを示しています。ジュエルポイント、今は皆様全員10ジュエルポイント持っています。そしてこのゲームはジュエルポイントを稼ぐゲームなんですよ。ジュエルポイントはどうやって増やすんですか？そりゃイベントで稼げるに決まってるでしょ。ああ、その辺はソシャゲをちゃんとソシャゲしてるんやな。さて、ここからが皆様にとって大事なところ。このゲームではまずイベントに挑戦してもらいましょう。イベントでは JP でいいか、 JP を獲得するチャンスや他の方と取引するチャンスを得られます。そしてイベント終了後はランキング公開のお時間、総ランキングで最下位 JP が一番少なかった方は終了されるのです。ちなみに亡くなった参加者はランキングから除外されるのでご注意を。つまり死ぬってことか、遠回しに。ちょっと待ってよ、終了って何？レイカちゃん察しが悪いな。デスゲームだぜこれは。端的に言うと死ぬことですね。死？上位報酬が命か。嫌なイベントだね。それだけなんでしょうか。最初の部屋で引いた英雄は一体？それではその英雄スキルと利用規約についてお話しいたします。皆様、デバイスを右にスライドしてください。あ、特殊能力、英雄の名前のみ表記されていますね。うん、ガチャで引いた英雄だ。でも下のスキルって？皆様はゲーム中に引いた英雄のスキルが使えるのです。ガチャからは全てのキャラが出ます。強力なのから雑魚スキルまで酔いどり緑、自分のスキルをうまく活用してくださいね。あ、じゃあ英雄リュークとかだったらさ、スキル名前を書けば死ぬみたいな感じが出てきたりする。ゲームバランス崩れるの待ったなしやな。だとしたら私のスキルは観察力が上がる。んー、使い方次第やな。ちょっと面白いっちゃ面白いかもしれんけどさ、なんか強みに欠けるし、使い方次第って感じやな。あんまり強そうじゃないな。そして最後に利用規約です。これはデバイスで確認できますよ。簡単に言えばルールですね。先ほどの私の説明もここで確認できます。そしてゲーム中は絶対に利用規約を守ってくださいよ。もし規約違反が発覚した方は JP がゼロになるのでお気をつけて。あ、ペナルティ食らうんやな。ま、多分は他者に危害を加えることくらいですが。あー、やっぱりだから、
勝利条件以外の方法で敵、他の人に殺しにかかろうとしたらダメみたいな。その辺はちょっとデスゲームじゃよくあるパターンやな。ゲームのルールか覚えておかないと。利用規約、もうソシャゲやな。ソシャゲ路線で話進んでるもんな。利用規約っていうあたり。キーワードとは、ゲーム中に霊下が手に入れる情報。あ、説明のところで見えるところじゃ。うん。ここまでで何か質問はありますか？運営さん、その声の高さはどうにかなりませんかね。喉が痛なってきますからね。あ、そんないろいろ聞かせてくれるんじゃ。JP は誰かに渡せるの？鋭いな、あんちゃん。そういう抜け道を探すところがこのデズゲームのさ、勝ち残る一歩かもしれんな。そうやな。誰かと組んで、誰かが負けそうになった時に JP を譲って順位を上げさせるってことも、今後展開であり得る話になってくるな。俺の場合さ、乙女さんにさ、牛乳揉ませてくれたら JP あなたに譲りますよみたいな交渉しかけれるかもしれんから覚えとこう。どうなんかな。はい、もちろん可能ですよ。譲ってもいい。実は画面に表示されたジュエルが特殊なコードになっていまして、相手のコードを自分のデバイスで認識すれば JP を受け取れるのです。ズドーラバー、便利だね。なんすかこれ。どういう意味ですか。初めて聞くような言語を話すのやめてください。その言語を多分聞いて意味わかる人はあなただけですよ。 JP は、あ、じゃあ間違えた、レイカだったJP は他人に譲渡したり交換したりできるんだ。悪用されないといいけど。何か聞いてみよう。次、ランキング。ランキングは常に確認できたりするの？いい質問ですね。ですがは結果発表時まで見られません。ああ、駆け引きができんな。だとしたら途中の今この順位だからこうだっていう駆け引きができんな。イベント中確認できるのは自分の JP のみなんです。もちろん他の人に自分の JP を教えたり教えてもらうのは構いませんよ。わ、情報戦やな。あえて嘘の JP を教えて駆け引きに持ち込むもありってことか。それはそれで面白いかもしれん。ちょっとこの辺りが今後勝ち抜くためのキーになってくるな。スキル、質問いいかな。運営、俺が引いた英雄は織田信長で、スキルは手から火を出すと書いてあったんだけど。いや、そこもそれ言っちゃダメだろお前。みんなに聞こえないようにそういう情報を隠しておいた方がいいんじゃないの。ゲーム内でのスキル、炎で敵全体大ダメージが手から火を出すに変わってるのかな。その通り。ここに全体攻撃という概念はありませんから。大抵の英雄のスキルはゲーム内よりシンプルになっているとお考えください。うん、ありがとう。わ、本当にだこれがスキルなの。すごいな。お前もいきなり出すなや。びっくりするだろみんな。おい、危ないだろほんまよ、スキルばらさん方が良かったんじゃないかな。でも人にさ、危害加えたらいけないというルールがあるだけに、この炎で人の顔を燃やすとかはできるからな。再開。所持 JP 数でランキングを出すって言ってたけど、もし再開が2人とかになったらどうするの。確かに。その時は再開決定戦を行い、必ず少量対象が1人になるようにします。その辺は、ご安心くださいね。再開決定戦で何をするの。そうですね、考えてないですね。じゃんけんでいいでしょうか。適当それはちょっと考えときよ。適当やなお前運営。そんな適当な。じゃ、質問はこのくらいで。皆様がモニター上の扉をくぐったらゲームスタートといたしましょう。英雄です。ゲームをお楽しみください。こっから駆け引きが始まる。これ本当の話なの。僕の経験から言えば冗談でやってるとは思えないね。それは同感。
冗談だろうが本気だろうが、あいつの態度が気に入らねえぜ。ちょっとジャイアンっぽく呼んでみたぜ。似てるかは定かではないぜ。こんなゲームやるのなら、正々堂々と直接姿を見せろってんだ。でも、ここでじっとしているわけにも。それもわかるけどよ。ごめんなさい。多分ちょっと揺れ、今の画面の揺れ方だったら、チッチもちょっと揺れてるな。悪い。あんたには怒ってねえよ。元から目つきが悪いんだ。乙女さんの言う通りだ。扉の先に進む。それでいい？うん。受け入れなきゃ、だよね。よーし。くよくよしててもしょうがない。ババアド、頑張っちゃおーっと。アイドルっぽい発想。正直、状況が飲み込めていない。でも、命の危険性があることは確かだ。気を引き締めていかないと。ああ、ここは切るもちょっと次回に回しますね。とうとうここの中断、セーブができない！開けないとセーブはできない！残念。ここはずっとこのパートで進みますね。扉を開ける。英雄デスゲーム。第一イベント。あそこ、壁に何か書いてあるよ。トレビアン、内容は？何がトレビアンだ、お前は。トレビアンの意味分かって言ってるか？俺には分からんぞ。第一イベント、青い海の宝探し。この建物の様々な場所に宝が隠されています。宝にはそれぞれ JP が設定されているので、たくさん集めてランキング上位を目指しましょう。ただし、謎を解かないと見つけられない秘宝もあるとか。宝探しか。宝をたくさん集めて JP を稼いで一番になりましょうみたいな。宝探し、わかった。じゃあ、あんちゃん単独じゃ危ないよ。行っちゃった。でもみんな出し抜かなあかんけんさ、全員で動くわけにはいかんのよな。ほっときなよ。ここで解散でいいですよ。ばらけるのは危険じゃ。黙ってよ。僕こっち行くからついてこないで。わ、この二人がちょっとさ、イチャイチャしてるところを見ちゃったらさ、おねしょたっていうカンプリングができるな。みんなそういうのも好きじゃないの、おねしょた。もうゆうとくんツンドラー。でもなんかここの雰囲気怪しいけどワクワクしちゃう。レッツゴー。皆様、私も。おい待てよ。わ、こいつらすごい自由人。レイカちゃん、エスキ君、ツァイチェン。ツァイチェン、中国語やん、お前。あれチャオとかツァイチェン、え、中国、お前中国か。お前中国出身か。みんなバラバラになっちゃったね。そうだね。俺たちは一緒に宝を探そうか。うん、いつきもいる方が安心だし、協力して探してみよう。移動が可能になりました。移動しながら宝探し。そっか、こっから戦いが始まるのか。観察力が上がる。宝探しだったら結構重要な武器になるかもしれんな。よし、やりますか。